残念ながら。でもセミがいたのは本当に切れました、セミに。おじじんさんお疲れ、ありがとうございます。ちゃんと無事に間に合ってよかったです。けんけんぱさん、金魚すくいありがとうございます。優しすぎですか。ちょっとなんかいいの思いつかなくて難しかったですね。ガードレールのくだりを詳しく。ガードレールはてるさんお疲れ、ヘイブンさん初のお年ごありがとうございます。ガードレールはわかりますか。ちょっと出ようとこうちょっと空いてたりすると出ようと思って腰ガーンってぶつけるんですよ。わかりますか。わ かりますか。リュウさんキュンキュン、カズリンちゃん初のお年ごありがとうございます。あ、わかる方が一人でもいるので大丈夫です。わ からない方もいっぱいいる。ひろたんさん初のお年ごありがとうございます。なったことある方いません？ガードレールにゴーンってぶつけた方。腰っていうかなんていうの、ここの出てる出っ張ってる骨のとこ。レグルスさんキュンキュン、カホマルさん花束、レグルスさんキュンキュン、谷川さんキュンキュン、ヘイブンさんキュンキュン、キュンキュンキュン、ありがとうございます。まあそんな感じです。まあ理不尽なのでね、気にしないでください。おっちゃんかわいい、谷川さんキュンキュンキュン、ありがとうございます。そんな感じです。今日はミーニャが10時まであるから、あ、でも2時間あるから大丈夫か。フリーダさん初のお年ごチャリヘイさん欲しい、ありがとうございます。そんな感じです。今日のニコタイムはまったりでとても楽しかったです。今日はこれを作りたいなと思っております。じゃ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 ーん、こちらナミさん初見ありがとうございます。こんばんは。糸パンさん、金魚すくい、メリダさん、貝殻ありがとうございます。トラッシュさん、チンアナゴありがとうございます。ニコタイムはキャータントでした。そう、このこれが19歳なので、ここを20歳に変えたいと思いますです。やっとついにです。よし、ついに変えようと思います。前回の残骸がおります。ちょっといろいろやっていこうと思います。でもベースは黄色とか。メイラさん人で、ヘイブンさんとっといありがとうございます。なんか似たような感じにはしたいなと思ってるんですけれども、まずベースは黄色でいきたいんですよ。どの黄色にしよう、あまりの黄色しかなくて。あっ、あっ、じゃんがい。でもニコちゃんは同じ感じでやろうかな、どう思いますか。どういうやつ、あ、大幅に変え、うん、もう1ヶ月以上そう経っちゃってちょっとバタついておりまして、すいません。これめっちゃどうしようかな。なんかこういうのが見たいとかあったりしますか。この時は吹き出しにしたんですけど、なんかどう、なんかありますか。ここハートにするとかも可愛いかもしれない。そう、セクシー感強めでむずくないですかこれで。あ、ひまわり可愛いね。ひまわりのイラストとか、ひまわりちゃん入れたら可愛いね。あ、コックさんのニコちゃん、確かにここコックさんにしても可愛いかも。え、これさ取れたりしないかな。ビリビリだよね。これにコックさんつけたらいいかなとか思っちゃうけど、これはこれで取っとくか。まあ取れないので、これはこれで思い出として取っといて、じゃあまずニコちゃんにコック帽をつけたいと思います。メリダさんありがとうございます。じゃあまずはニコちゃんを作っていきたいと思います。あ、ペン
ペン取ってきますね。料理長らしくやりますね。ペンペン。ペンはどこだっけ。ペンは。あ、そう、のりも大事。ありました。はい、ペンちょっと荒らしちゃった。じゃあまずは下書きをして、ちょっとぐちゃぐちゃのまま帰ってきちゃった。下書きをしていきたいと思います。シャープペン。落ちたかと思った。さしこいのちさん、かわいい、ありがとうございます。まずはこの丸にしていこうと思います。これをさ、ちょっと半分に折ってさ、頭いいかもしれない。これを半分に折って、あ、もうちょっとここがいい、折ってこっち側に半分に折ってはいいかも。ここをこうやって書きます。頭良くないですか、天才。やばいやつ。よし、難しい。まずはまるくします。映ってる？全然映ってない。ちょっと待って、こんな感じでちょっとさ、さっきよりもさ、こっちにやっちゃったから、ちょっとこっちにやったら、よいしょよいしょ。東大生はもっとね、頭いいやり方でやりますよ。東大生よ、知らないでしょ。ちょっと頑張れ。こんな感じでいいんじゃない。あ、いい感じに丸が描けました。見えてるかな、丸。感謝とセンターになっちゃった。で、これをハサミで切ります。いい感じ、ハサミでチョキチョキしていきます。見えないか、ちょっともうちょっとさ、下げようか、ちょっと下げたら手元が見える。こんな感じで、あ、いい感じかも。画角無言配信になっちゃう、やばいやばい。久々になんかこういう系、創作系やってる気がする。見やすくなりました。ピンクのハサミかわいい、ありがとうございます。はい、ニコちゃんできました。ちょっと丸、ちょっとこんな感じだけど、このニコちゃんができました。ここにコック帽をつけます。コック帽をつけようと思います。
よし。どれぐらいの大きさにしよう。めっちゃ長い国防とかにしてみようかな。ここビヨーンって、どう思いますか、どう思いますか。糸コンさん、キュンキュン、ひろたんさん、いいね、ありがとうございます。ここいつも何書こうって悩んじゃうから、あ、いいと思いますか。めっちゃ偉い人になっちゃう。確かに糸コンさん、キュンキュン、ありがとうございます。面白くていいと思います、ありがとうございます。これがこうなるから、こうでこうなって、国防は、国防はこうなるから、これどっちが上にしよう。こっち上で、上に上って書いておく。こうなって、定規とか使った方がいいかな。定規ここじゃない、ちょっと行きます。よいしょ、よいしょ、筆箱からね。高校の時に使ってた筆箱です。もう黄ばんじゃってる。可愛いでしょ。ここに定規が入ってます。よし、ほ、ゆめちゃん、だるま、ありがとうございます。こうして、ここにこうやって、こんな感じ、平行かな、こんな感じ、まあこんな感じで、でむずいな、難しい、こんな感じ、あ、いいかもしれない、こんな感じ、ビヨーンって、どうですか。ジャムおじさんみたいでしょ。よき、これをここにこうして、こうかな、よし、いい感じ。お知らせします、幻のようなもの、良きですか。切りますね。どうしよう、こうでいいか。頑張って切ってます。幻、定規使って正解だ。よし、今いい感じです。こんな感じ、ジョキジョキです。いい感じだよ。はい、ガンバ、ありがとうございます。通知ダッシュ、いい感じ。
ちもうちはもちろん一緒好き魔法をかけて愛情ドレスはピンク。あ、私服かわいいって、これはティティ&コープチさんのお洋服でございます。前にサイン会の時に着てたんですけど、その日にショールームできなかったのでこれにしてます。そしてまたあれですね、あのドレスもやりたいですね。ドレスでショールームまだやってないから、あとちょっと。そう、この間の歌のサイン会のやつです。今は自己紹介カードの制作をしてます。20歳になったので、よし、できたー、じゃーんどうですか、国防国防です。これがこうなります。こうやってこうやってなりますゴミ箱。よし、まことさんかわいい、ありがとうございます。じゃあ次は、吹き出しどうしようかな。吹き出しなんかいいのありますか、いいやんありますか、吹き出し長いです。これがここにこうなります。こうやってこうやってつきます。よくないですかアンパンマンじゃないですよこの吹き出しはふわふわじゃなくてなんか丸にするとかなんか変えたいな、ちょっとどうしようかな。ハート？ハートも今までなかったからハート周り。ひまわり？ここひまわりってむずくないですか？どうやってやるのかな？なへいさん、かわいい、ありがとうございます。ちなみに、ベースどっちがいいと思いますか？今まではこの間の色だったんですけど、これがここにこうつくんですけど、こっちがいいか、こっちの方が見やすいもんね。こうがいいね、こうね、こっちにしますやっぱこういう方が見やすいですよね。ゆうきくん、キュンキュン、ありがとうございます。これにします。じゃあどうしようかな、待って、上でしょ、これが上になって、これが下って書いといて、ゆうきくん、キュンキュン、ありがとうございます。こうなって、吹き出しが、吹き出しどうしよう、どうしようかな、やっぱハート、ハートにしようかな、むずそうだけど。ヘイブンさん、尊い、ありがとうございます。ハートにしますね。ハートはピンクですね。ピンク、あ、待って、ピンクないピンクは前回使っちゃっててないですね。よいしょ、薄ピンクなら、薄ピンクでいいかな、いっか、薄ピンクしかないので薄ピンクで。ハート、どういうハートにしよう、どうやって買い出し行ってきてくれますか。デルファイさん、キュキュキュ、ありがとうございます。これは薄いピンク、めっちゃ薄ピンクです。今までが濃いピンクだったからちょっと青系になっちゃうからね。これ邪魔だな。ひろしさん、くまちゃん、充電、充電
ありがとうくまちゃん、ありがとうございます。書くの大変、確かに桜の花びらみたいになった。じゃあこうやってやって、こう一回下書きしてみよう。一回下書きしてみますね確かに書く範囲狭そう。これがこうなってここじゃん、でこれもここじゃん、でこうなってやばい、超下手くそ、どうしよう、超下手くそどうしようかな、超下手くそだな。こうなってこうできるかな。そんなことないよって見てないのにゆいちゃんキューキューキュー、ありがとうございます。こんな感じ、全然見えないか、ちょっと濃くやってみよう。なるべく大きくねしたいから、こんな感じ。あ、まあ可愛いかな、まあ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 いいかもしれない。ポールさん、くまもももも、もありがとう、くまちゃんありがとうございます。こんな感じでこうハートになって、ここが下です。わかる、見えてるのかな、うっすら見えてますか。ここから始まってここがこうなってます。こういう感じでこうなって、これ大きい方をこう取りますです。見えた？でもまあ切ってみますこうだよね、大丈夫、切ってみようと思います。ノーネームさん、キュンキュンありがとうございます。これピンクです、桜色。ありがとうございます。こうして口開いちゃう、やばい、あ、いい感じかもしれない。でも後で消しゴムで消さなきゃ。でもこっちだ、こうこうなります。どうですか、ぽいですよね。僕でもいけるかな、いけるか、こうなります。花色さん、かわいい、ありがとうございます。かわいいですよね。糸パンさん、キュンキュンありがとうございます。いい感じにできました。これで書かなきゃいけない部分は終わり、違う、切らなきゃいけないのは終わりです。ここから書いていきたいと思います。カトちゃん、いいね、ヘブさん、キュンキュンありがとうございますね。花びらにも見えます
おっちゃんかわいい。ともかすさん、いいな、ありがとうございます。ひろたんさん、いいね、ありがとうございます。で、消しゴムで、あ、消しゴムで消していきます。どんどん汚くなっていっちゃう。いいシャワー好き。よし、一旦消しゴムでこの跡を消して、縁取りをしていきたいと思います。つば九郎さん、星ありがとうございます。アイラブ、あ、コック帽がアイラブってこと。すごい、確かに愛ってことか、コック帽が。あ、待って、顔が落下してる。ヘイブンさん、貝殻。ゆうちゃん、キュンキュン、ありがとうございます。よし、こんな感じで消してます。縁取ってはみ出ちゃったら消します。じゃあまずは国防を黒に縁取っていきたいと思います。下敷き映っちゃうかな。白面光線、ちょっとしまい、これはきっと来年も使うと思います。ニコちゃん、よし、よし。これはさ、切っちゃおうかな。来年まで、あ、これも去年のやつ。あの画用紙はね、画用紙なのでね。これは切っちゃおう。切っちゃって。切っちゃって、これだけ取っときます。どうせ使わないからね、こことかは。よし、よいしょ。そしてゆいちゃん、人手ありがとうございます。これも切っちゃう。よし、よいしょ。これも切っちゃいます。短冊みたい。よし、 OK。 片付けていくよ。片付けつつ、自分もお家を作るときとかよくやる。あ、確かに、こうやって作ってくださってるってことですもんね。ありがとうございます。いつもあれってすごい細かいって聞きます。よし、よし。いつもありがとうございます。うちはアプリで作れるんですか、すごっ。あ、めちゃくちゃ引っかかっちゃった。アプリで作れるのは知らなかった。はい、ちゃんと全部入れました。よし、そしたら、よいしょ。そしたらこれからまずは国防を黒で縁取っていきたいと思います。ヘイブンさん、だるまノーネームさん、かわいい、ありがとうございます。まずは黒、これ出るかな。出なかった。よし、縁取りしていこうと思います。ちょっと久々になんか制作配信する。おっちゃん、だるま、さしこいのみさん、いいね。つーちゃん、ピーナー、ありがとうございます。うちわ作り楽しいですか。よかった。
ちらね。よし、縁取り開始。こういう感じで縁取っていきます。さしこいのうちさん、いいね、ありがとうございます。久々に、お、いいんじゃないですか。これをやったら、あのこれにこう貼った時にこう分かりやすくね、なるんですよ。下は書かなくてもよかったかな、まあいいか。よし、いきたいと思います。とりあえず今は楽しみましょう。こう作る、嬉しい、あるのにね、グッズで。ありがとうございます。あ、上手、上手です、いい感じ、いい感じにできてます。カスカスだけど、はい、こういう感じで縁取れてます。この黙々が難しいですよね。黙々が難しいです。黙々頑張ってます。ガクガク、もうすぐです。よしよし、できた、できました。これやったらこうなります。ほら、めっちゃ見やすくなった。こうなります。これがこう、あ、これこうやってなるんですけど、これも全部縁取ってるんですよ。こうやってこんな感じで、次はニコちゃんを、よいしょ、ニコちゃんを縁取ろうと思います。いい感じ、いい感じにできてます。ニコちゃん縁取ります。これも丸だから難しい、丁寧なお仕事、イエイ。これで縁取り、あ、なんかレベル上がったかも。私早い、できた、縁取りちょっと上手くなってる。やったね。全部黒にしようかな、どうしよう。これでこうなります。こうやって、で、どうしよう、これ縁取り何色、赤、やっぱ黒でもいいかな、赤ですか、どっちがいいと思いますか。前回は赤だったんですよ。ピンクでもいいか、ピンクにしようかな、どう思いますか。ピンクもありだな、よいしょ。ワクワクさんみたいに上手、それは嬉しいね。ピンクがいいですね、ピンクにします。よし、ピンクで頑張ります。よいしょ、やっぱり消した方が見栄えがいいか。よし、いい感じ、木脇選手、いい感じでございます。いきまーす、難しい、難しいです。木脇選手苦戦しております。難しい。難しいですね。よし、
説教好き。そう。あ、木崎選手はみ出してしまいました。コースアウト。木崎選手苦戦しております。ハートの縁を取るのに苦戦しております。やばい、ガタガタ。でもまあ遠くで見たらわかんないかな。自分に甘いスタイルでございます。コースアウトね、そう。木崎選手まだ半分も行っておりません。頑張ります。頑張ります。せーの、頑張ります。いい感じ。一緒に演、なんだっけ、一緒に演技したいんです。あ、やばい。そんなふざけてたら、あ、あ、あ、やばい。コースアウトしてしまったニコも。え、バレますか？バレないかな。どう思いますか？今半分終わりました。わかるかな？わかるか？まあ、一旦全部一回やってみて考えますね。太くする？でも全部太くしなきゃいけないよね。あっ、やばい、コースアウトしまくってる。細すぎるし、やばい、細すぎてるし、ん、こっちか、ちょっと細すぎだ。落ち着いて、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 さあさあ落ち着いていこう。よし、熱い。暑いです。リラックス、リラックスですよ、リラックス。よし、まあ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 、コースアウトしすぎると周回遅れに、本当に周回遅れになってます。木崎選手もうすぐゴールいたします。3回ほどコースアウトいたしました。落ち着いて、リスタート、いい感じ、もうすぐゴールです。木崎選手あと5センチ。よし、ゴール、ゴールいたしました。でもこうやって見たらわかんないかな、こことここが目立つね。どうですか、目立つかな。もうちょっと太くしちゃう。まだ目立つかな。太くしちゃえばバレない？どうですか？あ、いいかもしれない。どうですか？ちょっと怖くなったけど。まあまあまあですか、どうですか。ちょっとこうなってるけど、オッケー。ではここにまず書いていきたいと思います。そこだけ太くした。こういうとこに大型が出るんですよね。
確かに桃桃桃こうなりまーす。どうですか、さっきより気にならない？全然 OK、 しっかりして。はい、すいませんコンソールとしてしまいました。じゃあここにこのまずは顔をつけていこうと思います。ねえねえ口、ねえねえ口をつけていきます。つけた。とりあえずあれどこだっけ、とりあえずめいめい口をつけていきますナイスタイミングじゃないよ。ね、ね、口、口結構大きくなっちゃった、でっかくなっちゃった。まあまあまあ、この時はリボンにしたんですけど、どうしようかな、あどうしようかな、てんてんてんでも可愛いっぽそう、こうてんてんてんって、オレンジとかにしようかな、てんてんてんってね、オレンジとかで雪だるまみたいな感じで、あ、やばい、なんか離れちゃった、もっと大きく、あ、ちょっと太さ考えたら、あ、いい感じじゃないですか、どうですか、どうですか、ちょっとバランスやばくなったけどなんとかなりました。かわいい、カワチ、ヘイブンさん、パチパチ、カトちゃん、いいね、七色さん、いいね、ありがとうございます。バフさん、かわいい、アリちゃん、いいね、ありがとうございます。かわいいです、ショコちゃんに似てないですよいい感じ。そしたらどうしようかな、そしたらトムさん、くまままままま、ありがとう、くまちゃん、ヘブさん、かわいい、ありがとうございます。そしたら自己紹介を書いていこうかなと思います。自己紹介は何を書こうかな、前回は滝脇翔子かっこしょこ、コールはしょこちゃんでお願いします。神奈川県横浜市出身、2001年7月9日、これが20歳になります。サイリウムカラー、黄色、オレンジ、濃いピンク、これでいいかな、書くことは、書くことはこれでいい気がする。あとは書き方どうしようかな、ここはハートにしようと思います。今回はハート多めでラブリー、どうしよう、うん、まあこのままでいっか、かっこしょことかでいっかね、この色をちょっと考えるけど、まあこんな感じでやっていこうと思います。ちょっとこれを参考に、こうでしょ、こうなって、下書き、下書き大事、おいしょ、下書き大事です。こうなるから、前回よりも書くスペースがちっちゃいから字がちっちゃくなっちゃう。あ、カッコのところがいい感じに、ほら
個ショコがいい感じです。でこれハートやりにくいか、丸でいいか。点は3つ、1ハート2ハート3ハート。あ、コールはって書き忘れちゃった、間違えた。コールはショコちゃんでおめお願いします。初めから狙ってたかのように、本当にほらすごい。でここ2ハート、1ハート目、2ハート目、3ハート目で神奈川県、神奈川県横浜市出身、出身2001年7月9日、過去二十歳なんですよ私。20歳、ラーさん、夏のお年号ありがとうございます。サイリウムカラー、サイリウムカラー、黄色、黄色、オレンジ、オレンジ、濃いピンク、濃いピンク、できた！じゃーん、こんな感じです。これをまずはなぞっていきたいと思います。ついでこの黒もう出ないから捨てる。よし、新しい黒ペンで。ゆいさん、ありがとうございます。よし、ではまずは太いペンで、あ、振り仮名振ってない、まあ振り仮名ぐらい私が振れる、下書きしないでも。よし、なんでみんな17歳かと思ってたって。よいしょ。いきます。タキ。タキ。もうね、全然無視してる。わき、わき、わき、本当に下手くそ。いつもこのここが開いちゃうんですよね。しょう、しょう、ヘブンさん、かわいい、ありがとうございます。かっこショコ、いい感じ。脇が甘い、どういうこと、爪が甘いってこと、どういうこと。座布団1枚って。
次振り仮名しょこめっちゃいい感じに収まりました。自信気づかなかった。え、力浮いちゃった。大丈夫ですか？自信気づかなかった。めっちゃ真剣に作ってたから人生じいちゃんいいね、ありがとうございます。大丈夫ですか？自信どこ？小さかったけどちょっと揺れた。大丈夫？どこの地域も大丈夫ですか？あ、震度1くらいの揺れ。みのりちゃん初見こんばんは、ありがとうございます。おっちゃんうまっ、ありがとうございます。大丈夫ですかね、みんな大丈夫そうな感じ。今は雨がやばいですよね。気にしなくていいくらいなら良かったです。横浜大丈夫です、良かったです。じゃあ続けていきたいと思います。振り仮名振ります。たーきわーこうじゃん。しょこちゃん優しいってじゃん。関東で揺れた感じですか？次。でもこれは細い方がいいのかな。こっちのペンでいきます。読みやすいですか？よかった、いい感じ。こっちのペンでいきます。よっきー加藤ちゃんいいね、ありがとうございます。小の字うまいよし、コールはコールはしょこちゃん、うん、で俺がいします。びっくりびっくり、前回ハートだったんですけど今回は物自体がハートなので、台紙自体がハートなのでこんな感じ。しょこちゃんはもうちょっと太くしますが、のばさん、ティアナゴありがとうございます。千葉で最大震度に大丈夫かな。じゃあしょこちゃんを濃く描きます。太く、こちゃん、うわ音嫌いな方ごめんなさい。しょこちゃんだけ濃くなったかな。うんうん、なったなった。次かゆい、ハートハートにする。今日誕生日ケイ48さん、ハッピーバースデー、おめでとうございます。ケイ48さんキッキュン、ありがとうございます。ハッピーバーですね、おめでとうございます。おめでたきわき、そうなんでしょうみたいな、おめでたきわき、じゃあじゃあかき鳴らそうラブソング、ハッピーバースデー戦国さん、ファイト、ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうの日はショコの自己紹介カード作り、イエーイハートを書いていきます。ハート、あ、いい感じ。
可愛いです。おめでとうございますっていっぱい来てる。ハッピーバーです。赤木消えちゃったんですか、つーちゃん。ぜひこれからいっぱい見てください。レベル上げでお願いします。次、神奈川県横浜市出身、書きます。ハツさん、こんばんは、ありがとうございます。神奈川県の川県、全然下書き無視してるんだが、横浜市、あー浜市がつながっちゃった。ちょっとバランス悪くなっちゃったな。次、2001年、7月、キュッキュ嫌いな方ごめんなさい。このさ、かっこ20歳、よし、いいぞ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 、イエイエイ。あ、イルカの鳴き声と思って我慢します、すいません。質は濃いんですよね私。次、サイリウムカラー、サイリウムカラー、サイリウムカラー、変わらず好きです、ありがとうございます。黄色オレンジ濃いピンク、色てん、オレンジ、てん、濃いピンク、濃いピンク。いつもこうなるんですけど。ジャスミンさん、ミラーボールありがとうございます。サララさん、ビギナー初見です、こんばんは、ありがとうございます。ナヘさん、あ、ドロフィン、ドロフィンタワーありがとうございます。ありがとうロフィン、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 ありがとうございます。じゃーん、できました。ナヘさんはいつ私のことを好きになってくださったのかな。この19歳も見たことありますか。今は20歳を作ってます。ことこさん、初見こんばんは、ありがとうございます。おっちゃん、いいね、ありがとうございます。いい感じですか。七色さん、いいね、ありがとうございます。よし、これでほぼ完成。書くことは消してます、今下書き。会えない間が来たれたんだ、キュエットしようご機嫌で、愛の花束、君君パステルハートが熱い日差しにやられる、バターと一緒に溶けてなくなっないで。糸パンさん、音符ありがとうございます。もうすぐ、あー、ちょっと誕生日曲げちゃったな。まあまあまあ、これも味ということで、よし、下書きは消しました。じ
じゃん。じゃんじゃん。みんな端末変えたら初見になっちゃったって。ダミー、コメンポイメン、マイセルジャチンごめん、カレンドライセスマイルキムのマイジホメン。一人になれることのない子一人マイコペン。アミーがただいてだだっとワープして T 字フ乗りで抱きついてヘッペン。ダー、ジョジョ機嫌でめかし込んで倍決まっちゃってない？ラップも言えますよ。地域で年齢ありますよ。二十歳。アリスちゃんかわいい。トムさんいいね、ありがとうございます。みんな端末変える時期なんですか。秋に13が出ますよ。13すごいって。ヘイブンさんありがとうございます。ちゃんとあのプリプロの時に歌ってるんでみんな歌えますよ。時和さんいいね、ありがとうございます。いっぱい決まっちゃってない。キワさん、トトイ、ありがとうございます。端末変えてもあのログインできれば多分初見にはならない。そう、ツイッターとで連携しておけば。そうなんですよ。トラッシュさん、うま、ありがとうございます。え、ノーネームって自分でやったんじゃないんですか。バグだったんだ。次はこの線を引いていきたいと思います。黄色、オレンジ、濃いピンクとか名前のところとかにも線引いていこうかなと思います。よし、名前はイコラムカラーにしようかな。黄色、まずは黄色を入れていきます。黄色入れました。次オレンジ、オレンジ、オランゲ、オランゲ、濃いピンク、あ、空白にするとノーネームになるんですか。逆にじゃあノーネームにしたい方は空白にしたらいいんですよ。自分で打たないで。はい、色つけました。ここ次上はピンクと水色にしていこうと思います。オランゲはオレンジを英語で書いた時にオランゲってなってるからオランゲで覚えました。よし、ピンク、水色、よし、できた、完成。完成です。あとはこれに貼ります。よいしょ。え、なんか新しいの。ひろしさん、え、これ何ですか。あれ、マーメイドじゃない。え、何ですか。ひろしさんありがとうございます。タワーみたいな、何ですかこれは。吹き輪さんパチパチパチありがとうございます。これはサンゴ、サンゴですか。このタワーはサンゴ、アリガ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 サンゴ、ゴゴ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 。アリガサンゴありがとうございます。ひろしさんありがとうございます。今は自己紹介カード作ってます。ぜひ見守っていてください。ラーさん、夏のお年を、ケットゥさん、人でありがとうございます。アリガサンゴ、わっちゃんかわいい、ありがとうございます。これはこうしてこうなります。じゃーん、国防にイコールラブって書こうかな、貼って考えようかな、どうしよう、一回貼ってみようかな。じゃーん、トムさんかわいい、あり
がとうございます。見守り隊になってありがとうございます。見守っててください。よし、じゃあこれで貼ろうかな。一旦貼って考えようと思います。のり、こちらがのりでございます。よし、まずはニコちゃんを貼ります。ニコちゃん貼りたいと思います。よし、ニコちゃん、ニコちゃん、ニコニコちゃん。よし、こんな感じ。お、いい感じかもしれない。ニコちゃんを貼りました。イエーイ。あ、モノノフなんですか、つーちゃん。カッコカッコって言ったからR さん、星ありがとうございます。でも本当はね、イコラブ以外の曲歌ったらバンされちゃう。かわいい。次はベレー帽って言っちゃった。国帽をかぶせたいと思います。かにかに。次、まるまるまる。ピュー。よし、貼り付けます。久々にノリ使いました。よし、いい感じな気がする。じゃーん、乗ってる。頭の上に乗ってる。長すぎどうですか。ちょっとシワシワしてるけど私の顔ぐらい、顔ぐらいある。かのちゃんいいね。トムさんかわいい。アリスちゃんかわいい。ありがとうございます。いい味出してる。これにここにこうやってつきます。いい感じ。じゃあ貼っていこうと思います。よいしょ。しばらく見てなかったけどいい感じ。よし、よし、ほっ。こんな感じ。よし、できた。じゃーん、完成。どっかにイコールラブって書きます。ここ横にイコールラブって書いたらさ、変かな、こうやってなって。やっぱ横、この向きがいいのかな。ひろたんさんいいね。ポールさんいいね。戦国さんいいね。ありがとうございます。ルイさん初見こんばんは。黄金さんいいね。ありがとうございます。ミトパンさんいいね。マグロさんうまっ。カープさんキュンキュン。ありがとうございます。作業配信眠くなる？まあ確かにちょっとずつですもんね。横向き、横向きどっちがいいかな。すごいいっぱいいいね。なへさんいいね。ノーネームさんいいね。おっちゃんいいね。のばさんいいね。じゅんさんいいね。カープさんキュンキュンキュン。ありがとうございます。エグルスさんいいね。ありがとうございます。横にイコールラブって書くか、ここに頭のとこにイコールラブって書くか、ちっちゃくなっちゃうけど、どっちがいいと思いますか。おっちゃんキュンキュン。ありがとうございます。ケンポチさんキュンキュン。ありがとうございます。どっちがいいかな。横向きで書くか、このほのこの縦向きこう書くか。
横どっちがいいかな。じゃあ投票で決めよう。ゆびひめさん、金魚すくいありがとうございます。じゃあこっちのこういう向きでイコールラブって書くのがいいよって方は1番で、この帽子のここにイコールラブってちょっとちっちゃくなっちゃうけど、ここがこの向きでいいよって方は2番でお願いします。投票開始。1番がこの向きでイコールラブ、2番がここにイコールラブ。どっちだろう。どっちもいますね。迷っちゃう。どうしよう。では投票終了まで5、4、3、2、1、投票終了。うわ、半分だけど横向きが 54% ですね。じゃあこっち向きにしようかな。僅差、うわ僅差、本当に困る。まあでも投票で決めたのでこっち向きにしたいと思います。前回はね帽子がなかったから斜めなんですよ。そう、接戦。伝わりづらい？イコールでもイコールラブのって言うけどね。まあまあまあ横に行きたいと思います。横向きでね、いい勝負だった本当に。ちょっと縦に、縦っていうかこっち向きで投票した方ごめんなさいなんですけど、ちょっとこっちにしたいと思います。投票だったのでね。よし、緊張の一瞬です。いやちょっとこれは下書き書こう、怖。ねえ、横ちょっと悩みますよね。O が真ん中だよね。 O から書くスタイル、 O V E L イコール、あ、いい感じ、いい感じです。つーちゃん、金魚すくいありがとうございます。よし、いきます。O V E 書けた。存在感、はい、イコールラブ、イコールラブ。 E がちょうどここにはまってていい感じです。いい感じ。ヘイブンさん、キュッキュッ。ヒロタンさん、人でありがとうございます。へ、あ、違う、七色さん、パチパチパチありがとうございます。お魚さん、花束。カトちゃん、いいね、ありがとうございます。なんか思ったよりいい？これでいきます。完成。ひまわり散らしますか？てかお花散らす？寂しいから。おっちゃん、いいね、ありがとうございます。これに黄色で書いたら目立たないですもんね。なんかお花散らしますか？ハート散らすでもいいけど。ふきわさん、いいね、ありがとうございます。ペンでそんなにうまくなれました。ひまわり、黄色だと目立たないですもんね。どうしようかな。雪団子さん、うんぷ、ありがとうございます。どうしようかな。ね、黄色に黄色になっちゃうもんね。ハートが良さそう。まあ一旦これでいくか。パキラ散らす。はい、ということで19歳はこんな感じだったんですけど、
形はこんな感じになりました。どうですか、どうですか。こんな感じになりました。色味変わりました、だいぶ。よき？ちょっと大人っぽい、なんていうの、色にはなったと思う。こっちよりもなんか、こっちはなんか学生感ウェーイって感じだけど、こっちでなんか落ち着いた感じになった気がする。ということで、たけるんさん、かわいい、ありがとうございます。ということで、改めて自己紹介をしたいと思います。はい、イコールラブの神奈川県横浜市出身、二十歳のしょこと滝脇翔子です。コールはしょこちゃんでお願いします。ゆうわさん、右のはしょくしょくしょく、ありがとうございます。スカイさん、いいね、ありがとうございます。しょこちゃんって、ありがとうございます。チャームポイントはサラサラの髪の毛です。髪の毛を切りました、だいぶこのぐらいになりました。はい、ファンの方の名称はショコラです。ぜひ皆さんショコラになってください。よろしくお願いします。ショコラのラはうちらとか俺らとかと同じで、ショコたちっていう意味です。ぜひショコラになってください。ここら辺のハートが白い方、一回ポチッと押してピンクにしていただけたら嬉しいです。ツイッターはアットマークショコアンダーバー滝脇、インスタグラムはアットマーク滝脇アンダーバーショコアンダーバーでやっておりますので、よかったらフォローしてください。どちらも公式マークがついているので、それが本物です。よろしくお願いします。フォローしてください。今日もインスタもツイッターも上げるので、よかったら見てください。よろしくお願いします。アンダーバーはそうですね、多めです。これからこの自己紹介カードでいきたいと思います。イエーイ、二十歳になっちゃった。私はいつも感謝を、お話し会に感謝を持ってくんですけど、この感謝とかをこれじゃないんですけど、そう、バフさんかわいい、ありがとうございます。そうなんですけど、そういう時にこれがこう A4 サイズなんじゃないんですよ。これがこうはみ出ちゃうんですね。でそうするとぐちゃってなっちゃうから、私はいつも感謝を持っていくときとか、これもなんですけど、谷川さんお疲れ、ありがとうございます。こうまず A4 をこうやってやったら、これをまたこう逆側にもつけて、こうやってまだこことここが崩れちゃうから、こうやってやって、反対側もこうやってやって、4枚にしてます。4枚で頑重に、頑丈にやってます。よかったらこのサイズのファイル、あの売ってるの知ってるよって方はぜひ教えてください。そう、こんな感じでいつもやってます。おいしょ。でここにしまっています。カバンが、こういうカバンをねにいっぱい入れてます。こういう感じでね、やってます。ここに全部入れます。ヘイブンさん、花束ありがとうございます。これもよし、できた、完了。のりのりさん、かわいい。ささパンダさん、尊い。谷川さん、キュンキュン、ありがとうございます。頑重って方言なんですか。知らない、知らなかった。これで完了です。よし、しまって、お片付けも大事。お片付けです。よし、オッケー。あ、消しゴム入れるの忘れた。お片付けできて偉い、ありがとうございます。消しカスを集めて、
寄せ集める。よいしょ、寄せ集める。ポイします。ポイ、オッケーオッケーお片付けまでがイベントです。そうです、この消しカスはわかんないです。1円マイナス、逆にね、マイナス1円。たけちゃん推し、ジャスミンさんかっこいい、ありがとうございますこんな感じですね。あ、今日はおまばをやりたいと思います。じゃん、久々のおまば。あれ、あ、あった、これもポーチに入れてます。やばい、ぐちゃぐちゃ。よし、お久しぶりのおまばです。お待たせいたしました、大変長らくお待たせいたしましたおまばのお時間です。もうちょっとしたら15分になったらランキング読んでおまばを書いて終わりたいと思います。しんやさん結婚して、ありがとうございます。おまばなまってきちゃうからね久しぶりに、よかったら皆さんなんか面白いアバターに着替えてきてください。お待たせしすぎたのかもしれません。え、それなんだっけ？大変お待たせいたしました。お待たせしすぎたのかもしれません。なんか聞いたことなんだっけ？なんだそれ。何の何だ？あ、はじめまして、東京マラソン自分も走ります、頑張りましょう、頑張りましょう、ありがとうございます。のじさんありがとうございます。全裸監督、あ、メンバーが言ってるのかな、それ見たことないんですけど、全裸監督っていうタイトルは知ってる。ヒッキーさんだるま、ありがとうございます。あ、ダメなやつなのダメなやつなんですか。なんか聞いたことあるから、でもそれ見たことないから、多分メンバーが言ってるかもしれないお待たせしすぎたのかもしれませんって。あ、ダメなんだ、ごめんなさい。そうなんだ、ちょっと失礼いたしましたネットフリで見れる、あ、そうなんだ、え、それは言わない方がいい、そうなんだ言っちゃった。料理酒で泥酔さんしない人でありがとうございます。あ、ジャンポケさん、あ、見たよって言わない方がいいんだ、そうなんだあ、ジャンポケさんの斉藤さんがモノマネしてるんですか、それで知ってるの？わかんないなんか聞いたことあるなって思っちゃった東京マラソンの目標タイムはサブ4です、4時間切りです。うん、よし、そのためにトレーニング、今日も10キロ走ったんですけど、まだまだだなって思いましたたしみさん、欲しい、ありがとうございますマラソン頑張ります、ありがとうございます。
まだカミングスーンなんですけど、ファンクラブの方で応援企画とか、私がブログ書いたりとか、皆さんからの応援メッセージとかをができるような企画があるので、よかったら応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。アリスちゃんキュンキュン、ありがとうございます。いっぱい応援します。ありがとうございます。自分はサブスリー目指してます。すごい、ガチだガチのじさん、頑張りましょう一緒に。サブスリーなんてもうピュンですよね。すごい、アリスちゃんキュンキュンキュン、ありがとうございます。4時間切ることをサブ4って言って、3時間のぶさん、のぶさんだっけ待って、何さんだっけ。あー、いなくなっちゃった。のじさんだ、間違えた。のじさんはサブ3なので3時間切りってことです。デルファイさん、キュンキュン、ありがとうございます。トラッシュさん、その落とし後ありがとうございます。癖が強いんじゃーの方になっちゃった間違えちゃったうん、すごいですね、頑張ります。私はサブちゃん作ります。本ちゃんがあるんですか一緒に頑張りましょう楽しみたいですね。楽しめるぐらいの余裕があるように、あと2ヶ月ぐらい頑張りたいと思います。みんな応援してくれて。頑張りたいと思いますので、皆さんも応援よろしくお願いします。体調気をつけます。モチベ曲がありますか？でもずっと走ってる時はガーミンにまだ全然入ってなくて、ノイミーちゃんの曲をずっと流してます。うんです。あとは YouTuber さんの曲も入ってるんですけど、ずっとノイミーちゃんの曲聴いてますね。もうずっとガーミンゲットする前からノイミーちゃんの曲聴いてる。うんです。最近はミラクルとか超絶ヒロインとか、自分がまだあんまり知らない曲とかはいっぱい聴いてます。いっぱいっていうか、一番最初にやってずっとループ。自分参加も湧きますね。だから私はなんか一人でイントロドンし始めますなんか君と僕の歌は6分、あ、1キロ6分のペースで走れるんですけど、そうすると結構遅くなっちゃうっていうのが分かりましたそう、知ってる曲というよりかは知らない曲の方がなんか、なんだろう、なんていうの、新しい曲っていう感じがして好きです。 Bluetooth のイヤホン持ってます。そうそんな感じです。大きいステージに間違えた、連れてってねーなっちゃったそう、テンポが速い曲の方が足が速く動きます、うん、話変わるんですけど、話し変え前に美容院行くんですけど、何色がいいですか？同じ色ちょっと暗くしたので同じ色がいいですかね。フラッシュさん、かわいい、ありがとうございます。でも何色っていうかわかんない、これ茶色です、焦げ茶オーダーリーは、オーダーリー、
オーダーリンはなんちゃった、オーダーリンみたいな感じになっちゃった。オーダーリンはまあテンション上がりますね。でもあのイコラブの曲はね基本流してないです。インナーとか入れたら可愛いっぽそう。え、男性でインナーとかあるのかな。男性でインナーってあるんですか、インナーカラー。もう18分、やばいやばい、やばくないけど。あ、長ければあるんだ、やっぱないのか、女の子の特権インナー。楽しみましょうか、滝脇翔子。わかんないですよね、男性の髪型の色とかはあんまり分かってない。色っていうか髪型の種類とか分かんない。ではそろそろ終わろうかなと思いますが、まずはおまわばを書いてからランキングを読みたいと思います。その間に変わっちゃうと思うので、まずはおまわばを書いていこうと思います。おもあばおもあばサバーズおもあばなんかそういうのありましたよね。それでは行きたいと思います。ジャスミンさんお疲れありがとうございます。面白アバターを描いていこうと思います。どうしようかな、まずは、あ、でもなんかいっぱいいっぱいだ、なんか去年も描いたような気がする方もいるんだよな。ではどうしようかな、あ、入れ替わっちゃった。まずはこの方ポチッとな、いきたいと思います。よし、ちゃんちゃっかちゃん、ちゃんちゃっかちゃん、大きな大福です、そこから半月が4つもありますよ、キュンとなっていて、ギザ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 、黒豆2つ中に白玉入ってて、作家さんのカモメも飛んでいて、黒豆1つありますよ。ピンクの団子がありまして、下には器が二重になっていまして、ここにしょこって感じにしちゃおうかな。ニョキニョキチン穴、ここにもみじ、反対側にももみじです、腐ったバナナがありますよ、にゃんとなったら完成、完成です、完成しました、じゃん、FJ さんです。ありがとうございます。これではちゃんとしたバナナなんですけど、あのアバターは茶色なので腐ったバナナです。ありがとうございます。かわいい、大きい、大きい、大きい、かわいいです。あのパッツン前髪がかわいいです。ありがとうございます。ありがとうございます。久々に書いてる。つーちゃんキュンキュン、ありがとうございます。よし、次
次です。次いきます。全て熟したバナナ、確かに。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。次いきます。似てました。次はどうしようかな、いろいろ迷っちゃう。なんか黄色がいっぱいあるイメージこのルーム。黄色好きだけど。じゃあこの方、あ、間違えた、この方にします。いきまーす。ちゃんちゃっかちゃん、まるっとした吹き出しです。中には、中には大きな白玉です。タピオカの中に白玉、タピオカの中に白玉、ちょ、しらたま、ピピピピピピ、うん、夕日が逆さになって、うん、米、あ、米粒二つに手羽先二つありまして、こっちには二本生えていて、反対側にはしゃぶり一つ、わふわふわふわ、完成、完成です。来ました。せーの、じゃん、ねてるさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ねてるさん、ねてるって名前なのに目はバッて開いてる。みこちゃん、キュンキュン、ありがとうございます。ねてるさん、なんかご飯食べてるんですけど、この子もあのなんか明太子みたいな感じで可愛いです。ありがとうございます。寝てる。起きとるやんって。そうそうそう、ありがとうございます。お次、お次いきます。お次はそう、バキバキに開いてる目は、ラストかゆい、ラストです。ラストはどうしようかな、どうしようかな、どうしようかな、迷っちゃうね。ではこの方決めました。ラスト、またね、ちゃんといっぱいおまばやるので遊びに来てくださいね。よし、谷川さん、キュンキュン、ありがとうございます。ラスト、バランがありまして、そこから満月があって、白玉の中に黒豆です。いや、タピオカです。柿ピーが2つあって、なんか何模様だ、松の木みたいになっていて、逆さの夕日もありまして、
ありまして、ナルトが2つあって、チョウチョウも飛んでるよ、あっという間に完成、完成しました。いきます、せーの、せーのちゃん、ワッフさんです、ありがとうございます。なん、たてがみが、たてがみの癖が強いんじゃーって感じですね。ワッフさんです、ありがとうございます。イエーイ、またね、定期的にというかやりますので、また面白いアバターで遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。キャーって、ありがとうございます。上手ですか、嬉しい。カキピーは眉毛です。ありがとうございます。以上、おまあばでした。ありがとうショコラ。お掃除、お掃除、アウター探すために出てくる。おおで、しまって、これバラバラだから、これもちょっと綺麗にします。綺麗にしようね、綺麗にしようね。よし、こんな感じで蓋を閉めて、本物よりリリシー、リリシングに追加しまって、しまって、チャックを閉めて、イン、カバンにイン、よし、OK、完成。アバター戻すの早い。ありがとうございます、書いてくださった皆さん。またアバターやるとき言うので、ぜひ参加してください。ランニングシューズのメーカー、今はミズノ履いてますが、アシックス履いてた時もありました。あとはアンダーアーマー、はい、も持ってます。戻りましたって、ありがとうございます。安定のやつの方が分かりやすいです。ありがとうございます。あ、うっちーさん、マーメイド、ありがとうございます。ありがマーメイド、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 とと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 ありがマーメイド、ありがとうございます。うっちーさん、かわいい。これであれかな、今月っていうかのタワーは全部コンプかな。ありがとうございます、ありがマーメイド。ありがとうございます。厚底は履いてないです。あの、アンダーアーマーのが厚底なんですけど、まだ自分には早いです。かっかなーつ。そう、コンプおめでとうございます、ありがとうございます。スキャラはここなんです。それ言ったらバーンされちゃう。バーンされてまう、バンされてや、されてまうやろう。なんだっけこのネタ。全部いつもネタわかんないのに言っちゃう。今日も可愛いです、ありがとうございます。ねえねえ、教えてショコちゃん、今日も可愛い、可愛いよ。ありがとうございます。されてまうやろうだ、それだ。あ、いっぱい、やった、ありがとうございます、かわいいよ。みたるさん、かわいい、ありがとうございます、やったー、うれしみ。のりのりさん、かわいい、ありがとうございます、やったね。
なへさん、かわいい。ひろしさん、めっちゃ最高。間違えた。めっちゃかわいい。ありがとうございます。イコタイムか。そうですね。イコタイムから見に来てくださった皆さんもありがとうございます。なんかな。私の声も入ってるかもしれない。トラシさん、かわいい。ありがとうございます。ということで、久々になんか長い時間やった気がする。ショル、うん？イコタイムも合わせたらもう2時間、2時間ぐらいやってますね。のばさん、かわいい。ありがとうございます。コラボ服ではないんですよね、このお洋服。これはティティ&コップチさんの、私がモデルをさせていただいているもので、コラボ服ではないんですけど、そう、モデルをさせていただいているお洋服です。ここのね、お袖のところがこうシアっていうか、こう透けていて、でも全部にドットが入っていて可愛いです。ここもね、こう二重になっていてめちゃくちゃ可愛いです。襟も白で夏っぽいです。これは前回のサイン会の時に来たんですけど、大阪に行ってたので泊まりで、なので配信でできなかったので来ました。またドレスも着たいと思います。似合ってるって、ありがとうございます。つーちゃん、キュンキュン、ありがとうございます。またね、インスタにもいっぱい載せていけたらいいなと思ってます。今日はインスタに載せたやつで、昨日か、あのサイン、お話し会のやつも載せました。お話し会申し込んでくださった皆さん、ありがとうございますいっぱいお話できること楽しみにしてます。10月末、うん、一番最後はハロウィンのコスプレとかできたらいいなって思ってます。のばさん、似合う、ありがとうございますロングランした。つーちゃん、キュンキュン、ありがとうございます。申し込んだって、追加で申し込んだって方も、初めて申し込んだって方もありがとうございます。ちょっとでもたくさんお話できたら嬉しいです。メイクとか洋服と全然分かんなかったけど、ショコちゃんみたいに可愛くなりたって頑張って、嬉しい。なんか私初期の頃に、自分は全然まだ全然メイクとかもファッションとかも分かんなかったけど、何、いつか自分が憧れられるような、なんかメイク真似したいとか思っていただけるようになりたいなって思っていたので、そう、なんかそうやって言っていただけて嬉しいですありがとうございます嬉しい、嬉しい。メイコ、メイコ誰メイク参考にしてます、ありがとうございます。サベルポンさん今度見せてください、参考にしたメイクをどう？嬉しい、ありがとうございますではランキングを読もうかなと思います。10時からね、あれが始まるので、あっぱれミリニャのラジオが始まるのでメイコペン参考にしかしてないです、ありがとうございますふん嬉しい、ボケそうか面白いでは面白い、参考にしたいなって思ってます。頑張ってくださいひろたんさんじゃあランキング読みますね。ランキングタイム。13位、チャリヘイさん。12位、たけちゃさん。11位、おっちゃん。10位谷川さん。9位七色さん。8位テルンさん。7位ジャスミンさん。6位ヘイブンさん。5位人生じいちゃん。4位トムさん。3位ウッチーさん。2位ナヘさん。1位ヒロイさんです、ありがとうございます。2列目、トッキーさん、ポールさん、トキワさん、ケトゥーさん、戦国さん、メリダさん、ワッフさん、タケルンさん、ヒロタンさん、カトちゃん、クロさん、ユイちゃん、フィズニャンさん、雪団子さん、アリスちゃん、カープさん、トラッシュさん、ヒッキーさん、ユイツさん、イトパンさん、サクノンさん、マコトさんです、ありがとうございます。たくさんの星投げ、たくさんのギフト、たくさんのコメント、ありがとうございます。6324人の方が来てくださいました、ありがとうございます。そしてひろしさん、ありがさんご、ありがとうございます。なへさん、ありがドルフィン、ありがとうございます。うっちーさん、ありがマーメイド、ありがとうございます、嬉しい。スカイさん、お疲れ、ありがとうございます。
今日初めてサンゴを見ましたありがとうございます。そして自己紹介もこれから今日作った自己紹介もこれから使っていきたいなと思いますし、おもあばもまたちゃんと定期的にやりたいなって思っておりますので待っててください。ということで、まあ配信できる時に配信するのでぜひ見れる時に見てください。よろしくお願いします。滑舌頑張る。めっちゃ噛んでますよね今日。今日に限らずだけど、この前日本語バラバラになったの本当にビビりましたが皆さんもゆっくり休んでください。明日で、あ、でも今お盆の方が多いのかな、わかんないけど、明日もうお仕事明日までだよって方もいらっしゃると思うので、明日土日だよっていう方もいらっしゃると思うのでね、一緒に頑張りましょうということでそろそろ終わりたいと思います。告知はないかな。告知は何かありましたっけ。告知言わなきゃいけない告知はなかったかな。大丈夫かな。お話し会申し込んでくださった皆さんありがとうございました。このあとすぐじゃないけどインスタもツイッターも更新するのでよかったら見てください。よろしくお願いします。今何落としたんだっけ。あ、リコタイムから見てくださった皆さんもありがとうございます。長々と付き合っていただきありがとうございます。あ、お話し会の支払いを忘れないようにです。ということでそろそろ終わりたいと思います。最後まで見てくださった皆さんありがとうございます。また配信できる時にするのでよかったら見てください。次回の配信も見てください。ありがとうございました。おやすみなさーい。感謝ありがとうございました。バイバーイ。バイバイキーン。ありがとうございました。おやしょこー。